前回小倉ミッドナイト2日目最終日と車検絡みの成績、赤番のホーム動き出す1番の鏡、これを見て5番の千原博之突っ張り切りまして主導権与えません。1番の鏡の後ろから今度は2番二宮司は切り替えていきました。5番手です。6、7番手に山梨勢という格好でしょう。残り1周半、先頭は5番の千原博之、マークする3番奥中達之、近畿勢の後ろ依然4番の北田昌司、そして6番北島雄司。残り1周を迎えるホームストレッチで5番の千原博之が先頭です。最終選考残り1周を切りました。そして6番手1番の鏡聡がまくりを狙う展開で隊列は縦1列です。前は5番の千原博之先頭、マークする3番奥中、後ろに4番の北田昌司、まだ隊列変わりません。6番手の位置依然1番の鏡聡、車伸びてくるでしょうか。3コーナーカーブで5番の千原博之ラストスパート、マークする3番の奥中達之車間を切って差を詰めてきました。1番の鏡交代、4番の北田昌司が追い込んで、今度は4番北田昌司か3番奥中達之か、北田昌司ゴールイン、4番の北田昌司です。